ぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。パンサラッサ前に行きそうです。先手を取ったのはパンサラッサ、間が空いてジオグリフ、これに続くのがポタジェ、少し開いてイクイノックス、その外からダノンベルーガ、並んで9番ノースブリッジ、すぐ後ろにジャックドール、その隣にシャフリヤール、バビット、すぐ後ろ、そして大きく離れてカラテ、この位置です。アブレイズ、その前に進出、その外にユーバーレーベン、これに続いてレッドガナン、大きく離れましたカデナ、最後方にマリアエレーナ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。好景気を通過していきます。前はパンサラッサ、リードは6馬身ぐらいあります。パンサラッサ一人旅、大きく離されて2番手はイクイノックス、さあ直線に入りました。これからの勝負、パンサラッサ先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。パンサラッサ先頭、さあジャックドール一気に来た、残り 200m、 ここで先頭変わってジャックドール、残り 100m、 ジャックドール粘る、ジャックドール粘る、ジャックドール、ジャックドール、1着、2着はジオグリフ、勝ったのはジャックドール、このレースを制したのはジャックドール。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。空手、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。4番空手行きました。空手先手を取りました。その外からパンサラッサ、大きく離れました。ポタジュ、ジオグリフ、そのうちに続いています。そして大きく離れてイクイノックス、この位置です。その外にノースブリッジ、青の帽子ジャックドール、その後ろ、その横にバビット、間が空いてシャフリヤール、並んで8番ダノンベルーガ、そして大きく離れてレッドガラン、この位置です。これに続くのがユーバーレーベン、内からはアブレイズ、少し間が空いてカデナ、最後方にマリアエレーナ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。好景気を通過していきます。さあ先頭はパンサラッサ、リードは6馬身ぐらいあります。パンサラッサ一人旅、大きく離されて2番手はダビッド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。パンサラッサ先頭、3馬身から4馬身のリード、ダビッド必死に追います。この差は果たして縮まるか。外からポタジェ、残り 200m を通過してイクイノックス追い上げてきた。イクイノックス抜けた、イクイノックス先頭だ、イクイノックス、イクイノックス1着、2着にはどうやらシャフリヤール、イクイノックス見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ポタジュ前に行きそうです。先手を取ったのはポタジュ、内からはジャックドール、並んで9番ノースブリッジ、ジオグリフ、そのうちに続いています。内からはイクイノックス、その外にシャフリヤール、その外からパンサラッサ、ダビッド、それに続きます。これに続いてダノンベルーガ、その隣にカラテ、すぐ後ろにアブレイズ、その後ろにユーバーレーベン、ピンクの帽子レッドガラン、その後ろ並んで3番カデナ、しんがりからマリアエレーナ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、7番ジャックドール、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大けやきの向こう側を通過。さあ先頭はまだ7番ジャックドール、パンサラッサほとんど差がありません。ノースブリッジ3番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ジャックドール先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。最後の追い比べ、先頭はパンサラッサ、あと 200m、 パンサラッサこのまま振り切れるか。2番手はジャックドール、パンサラッサ先頭、パンサラッサ1着、2着はジャックドール、3着にダノンベルーガ、パンサラッサ見事このレースを制しました。